まだ8時になってないな。じゃあもう一回続きやるか。何もかも全て終わってしまったけれど、何もかも周りは消えてしまったけれど、春Thank you.
たね季節の変わりの頃それで、今日は出足からちょっとつまずいちゃったな。あ、船山さんが来てくれて、こんばんはということで、今日は4人来ていただいて、から YouTube ライブをやりたいと思います。まあ、生身の人間だでいろいろある。はい、今日はですね、2020年7月の6日月曜日ということで、これ明日は七夕様ということやな。雨の一日ですと。71歳。今日も一日丸儲けと。いうことで、YouTube ライブをやりたいと、こう思います。で、まあ今日もね、いろいろ、今日雨一日ね、まあ雨だったから、まあいつもだけど、自宅で YouTube をいろいろ聞いてたんですけど、こう島田さんっていう人ね、この人ね、宗教関係の先生だけどね、本を100冊ぐらい出してるらしいんだけど、宗教関係の、先生で。で、日本っていうのは 99.98% が、その、仮想だって。土葬じゃなくて仮想。で、これはもう世界断トツ1位らしい。こういうことでね。日本っていうのは 99.98%。まあ、ほぼ 100% だな。そういう国だということでね。で、今は葬式、葬儀ね、がすごく減少してるらしいんだ。葬式やる人が少なくなっちゃったということでね。まあ、それはまあ、いろいろ理由があるんだけど、まあ、核家族とかね、まあ、本当に身内だけでやるとかね、そういうのにだんだん変わってきてると。いうことを言ってましたね。それから、やっぱり同じ島田さんが言ってましたけどね、戒名。もともと戒名っていうのは、お坊さんが、まあ、修行をして、師匠から、授かるものが戒名だったわけね。だから、一般の、人間には戒名はなかったわけ。お坊さんのものだったわけね。ところが、まあ、お寺がね、収入、お金が欲しいから、まあ一般の人にも戒名をつけてお金くださいと。こういうことになったっていうわけだね。で本来は、戒めの、名前というところで、盆さんにつけた、この師匠さんが、まあよし、お前はまあ一人前だということになると、その、俗の人間とは変わったということで、戒名というものをもらったということなんだね。で、それがまあ一般化して、それが戒名になったということで、その戒名のこの上の方の、一番最後じゃないんだけどね、上の方の陰号っていうのがあってね、陰号っていうのはね、もともとは、お寺が一つ丸々寄付した人とか、そういう人がもらえた名前らしいんだけど、もう、今はまあお金さえ出したらボンボン出して、隠語、戒名を、こう、長いやつをね、出してると。こういうことらしい。だんだん世の中が変わってきたと。ちょっと待ってね。船山さんが、札幌は天気よく、気温21度。ちょうどいいじゃない。札幌、空気がカラッとしとるもんでさ、こっちみたいにもうジメジメ、サウナに入っとるような感じとは違う。いいんじゃない。札幌の空気ね、もう北海道の空気って全然違うもんね。それからね、やっぱり島田さんが言ってましたけどね、靖国神社というとこあるね、東京にあるんだけどね、靖国神社に祀られている人は、靖国神社に名簿があるんだって。これは誰も見たことない。もう普通の人は見れるんだけどね。この名簿にその名前が書いてある人を、この靖国神社で祀っとると、こういうことなんだ。いや、そうですかって感じで。
それは知らんかったけどね。だから、あの名簿に名前が書いてる人を祀ってるということで、これは全国の神社で、靖国神社だけらしいんだ。その名簿というものがあって、名簿に記載されている人を祀ってるという神社は、あのまあ、日本に何万社とあの神社があるんだけど、靖国神社だけだと。こういうことなんです。はい、ちょっと待って、熊ちゃんを芸能人。熊ちゃん、都知事選の開示に関して所属する国民主権党の事務所に行ったら、ボランティアをしていないのでお帰りくださいと言われたそう。何？ボランティアをしてないのでお帰りください。そりゃそうだわ、うん。あれなんだわ。どうも変だっていうことでちょっと帰ってくださいみたいな話でしょ。帰ってくださいと。それはまあ、もう選挙終わりゃ、人手がいらんからさ、まあ、変なのが来ると困るでしょ。それから今の島田さんの話とは別だけど、これは自分が聞いた話だけどね、この A 級戦犯として処刑された7人ね、7人が処刑されたんだわ、戦争犯罪人ということでね、東条英機さんとかそういう人が処刑になったんだけど、この人は、まあ、いわゆるね、公務災害の扱いになってるんだ。これは。本当の話だよ。A 級戦犯として処刑された7人は、公務災害。わかります？公務災害という扱い。簡単に言うとね、ちょっと言い方は違うけどね。そういう扱いになってると。こういうことなの。まあ、まあ、そりゃな。戦争が終わった後だけど、そのアメリカに事実上殺されたみたいなもんだからさ、それはまあ、公務災害じゃないかと言えば言えれんことだね。はい、それからね、今日 YouTube いろいろ聞いとったらね、ある、誰か忘れちゃったけどね、河井議員ね、逮捕された河井、広島の河井議員、夫婦からまあ金をもらって、でね、もうほとんど喜んでる人はいないそう、いないらしいんだ。もうね、もうこんな金もらうとね、危ないから、もう本当は欲しくないわけ。もうこんな選挙の前にね、選挙の前にこんな金受け取りゃろくなことないわけじゃない。だからもう、本当は困るわけ。もらった方も。まあ、ところがね、もう、それは向こうさんはもう、安倍晋三さんの側近中の側近でさ、まあ、内閣の特別補佐官とかさ、そういうようなもう側近中の側近だからさ、やっぱり断れんわけよ。だからもうこれいらんから持って帰れんなとか言えんわけだわ。だってもう渋々、まあ、受け取った形になってるけど、ほぼほぼ皆さんね、もうね、喜んでないと。こういうこと言ってね、いや、自分はね、そんなもんいらんかったら会社いいじゃないかと思うんだけど、そういうもんでもないらしい。まあそういうこと言ってたな。ちょっと待って、竹林さん。くまちゃんは党の経費で温泉旅行に行くことを考えています。アホか。そんな金ないでしょう。その自民党なら知らない、自民党なら1億5000万円ポーンと出せるような金があるんだけど、そんな弱小政党にそんななんかわけのわからん人間を旅行に行かせるようなお金ないんじゃないの？知らんけど、多分ないと思うよ。そんなことが週刊誌なんか出たらまた叩かれるやん。それから自分がいつも時々見る YouTube で見るベンジャミン・フルフォードさんっていうね、まあ元々の日本人、今は日本人だけど、まあ、カナダ、もともとはカナダ人だと思ったと思うんだけど、1ヶ月間カナダに行って酒やめて、で泳いで健康回復して戻ってくるらしい。嘘か本当かしら。この前このベンジャミン・フルフォードさんが日銀にね
直接インタビューに行くのをあの YouTube で見たんだけど、もうね歩くにもなんかよたよた歩いてるんだ、こうね、もうパッパッパッと歩くんじゃなくてね、もう体重が増えちゃってね、で足腰が弱っちゃったみたいな感じでね、よたよたよたみたいな感じで歩いてるんで、だいぶね、それはもう1ヶ月を酒やめて泳いだぐらいじゃちょっと回復せんと思うけどね、うん、ちょっと待ってね、クマちゃんは芸能人、クマちゃんはもう副投手になると思ってますなると、それはまあ思うのは勝手だけどさ、それはなかなかできんでしょ、そんな思うのは勝手だけど、それはそれなりにその貢献しないとさ、それは処遇としてダメでしょ、それは希望はいいよ、いくら言ったって、うん、はい。それでスマホをね、このスマホから新しい au のスマホに変えたんだな。でね、だからこれでやっとった二段階認証を解除して、で新しいスマホで二段階認証を設定せなあかんわけね。でまあ今順番にやってるんだけど、一応設定し終わった二段階認証が財布ね、これ取引仮想通貨の取引所財布、それからオーバービット、これはFX の海外取引所ですけどね。で、これから、それからビットフライヤー、それからコインチェックと、だから1、2、3、4、4個終わったということ。で、まだね、まだちょっとやらないかんのが、次段階認証ね、やりかえないかんのが、バイナンス。これがまたね、わからんのだわ。わからんってことはないけど、ちょっと、まだできてない。それからインドダックス。これ全部英語だもんでね、日本語が出てこんもんでわからんと。こういうことなん。まあ、ちょっと苦戦してますわ。はい。チクリンさんが、今のままじゃ他の党員からソース感でしょ、うん。だからね、そういうことなんだ。事務所があるでしょ。で、選挙の時は人手がいるからね、多少変なやつでもね、受け入れてね、やってもらうわけだわ。人手が足らんからね。だけど、もう選挙終わって、ちょっと暇になれば、事務所に人が来るとね、そうするとね、他の人がね、言うんだ、あいつが来るなら、もう自分は来ないってさ、俺、あれ嫌いだでっていうようなことを言うのが出てくると、そうすると、その事務所を仕切ってる人が、その人にもう、明日から来ないでくれっていうわけだ。それはもう、それは当然だよって、それを。それはそうせなきゃ、そのまとまって感じじゃない。その人が一人来たらみんな、帰ってっちゃったらさ、何もできんじゃない。だから、そういう苦情があるとさ、その人にまこないでくれっていうわけじゃん。そういうことなんだ。それは世の中の常だ、それは。だから自分がね、嫌われとるってことがね、わからんとそうなっちゃう。どうして嫌われとるかっていうこと。考えながら、うん、だから自分以外が悪い、あいつが悪い、あいつが悪い、あいつが悪いって、結局最後は一人だけということになれば、孤立するわけ。ちょっと待って、チクリンさん、秀明さんのことを1ミリ、親父と言ってました。1ミリ、あ、そう、なんでもいいけど、そんなことは。結局ね、人間っていうのはね、いろいろ言ってくれる人をね、なかなかできんけどね、それは自分でもで、なんか言われるとカチンとくるでね、それはなかなか言えんけど、いろいろ言ってくれる人を大事にせなあかんだわ。本当はね、本当は。いや、その自分でも昔からそんなこと分かっとったわけじゃないよ。50ぐらいに分かったんだわ。いろいろ言ってくれる人を大事にせなあかんなと思ってね。だからもういろいろね、あんたこうだよ、あんたこうだよ、こうした方がいいよって言ってくれる人こそ大事にせなあかん。だからね、もう本当にありがとうございましたと、よく言ってくれましたと、私は気がつかんかったんですけど、すいません、これから直しますとかね、まあ、すぐには直らんでもね、気をつけてこれからやってきますので、また何か気がついたらよろしくお願いしますと言ってくださいねと、これが本当の、姿なんだって。だってさ、言いたくないわけじゃん。その悪いことなんか誰も言いたくないわけなんで、他で言わない人の方がずるいわけじゃない。恨まれたくないから
言わないどこでしょ。だけどその相手の人のことを思って思い切って言ってくれたわけだから、それを大事にする、うん、そんな偉そうなこと言ってるけど、まあ、自分もね最近それは気がついただけの話で、そういうもんなんだ世の中っていうのは。船山さんが指紋認証しています2段階。指紋認証なんて聞いたことないな。その仮想通貨の関係で指紋認証はないでしょう。銀行ではあるわな。ここの近く の, 16銀行は指紋認証確かやっとる。自分やったことないけどね。顔認証とかね、最近顔認証ってやつが出てきたな。うん、仮想通貨では指紋認証ないと思う。スマホの二段階認証ってやつだわ。ほぼほぼ。それとは SNS っていう、要するにショートメールでね、この携帯にね、短いメールで番号がね、6桁の番号が来るんだわ。で、その6桁を入れると、ログインできるというような形になる。はい、それから、今日はでね、これ今月って書いちゃった。今月じゃなくて、今日は断食日ということで、まあ今日は本当にね、昨日の夕方から今日の夕方までね、お茶だけ、お茶とコーヒー。それでまあ過ごしました。まあいいけどね、別に仕事してるわけじゃない。だから、まあぼーっとしてました。ちょっと待ってね。船山さんがスマホです。スマホで2段階やってるの？いや、それは聞いたことないな。やったことないな。あ、それはまあ、あるかもしれんけど。やったことないな。銀行かなんかじゃないの？あ、スマホでこれから使うよって時のピッてやるとスマホが使えるようになるってことか。あ、それはあるかもしれんな。まあちょっとよくわからんけど、まあ自分はまあそんなもうね、日進月歩の技術についていけんでね、ちょっとそこまでやれない。はい。これね、自分としては YouTuber、まあ YouTuber だって言っとるんだけど、自分は。気分の悪いようなね、動画はダメだと思うんだわ、自分は。気分が悪く、いや、お前の顔を見てるだけで気分悪くなるっていう人もおるかもしれんけど、ゆったりなんかするのは、やっぱり気分が悪くなるのはダメだと。あれだよ。人が、カチンと来るようなこととかね。まあ言っとるかもしれんけどね、自分はね。だから、やっぱりね、皆さん来てくれとるわけだよ。船山さんにしても、それから熊ちゃんを芸能人にしても、竹林さんにも、とかね、来てくれとるわけだから、ね。お客さん行ってみたらな。お客さんだから、そのお客さんに対してその気分が悪くなるような動画はね、これはダメだと思う。やっちゃいかん。やってはいかん。うん、それからね、まあ自分としてはよっぽどひどい書き込みだったらね、ブロックするけどね、うん、ブロックしたことあるよ、あるけど、よっぽどでない限りは、ブロックなんかしない。やらないよ。そんな自分はせっかく来てくれたの。お客さんはお客さんで間違いないんだってさ。ほんで、もう一つはね、やっぱり来てくれてありがとうっていうね、来てくれてありがとうという気持ちでね、やらなあかんって、それを、うん。やるんならね、やらんならいいの。もう、そういう気分でやれなかったらやらん方がええんだわ。だから自分はもうね、来てくれはありがたいと思う、うん。で、それはね、いろんな考え方の人がおるから、それはもういろんな考え方の違いがあってね。まあそれはいいと思うんだ。まあ自分を言いたいこと言うで、気分悪くしとるかもしれない。それから、まあビットコインの関係で言うとね、YouTube で、はじめさんっていう人がね、まあ火曜日、明日だわな。明日あたり、雲、要するにこの一目均衡表の雲が薄くなってるんで、そこで上昇するんじゃないかって、このはじめさんっていう人が言ってたね。それは無限塾さんは、大きな下げはないと思うと。で、理由は何か言うと、出来高が少ないから、大きな下げはないだろうと。
で、今月末ぐらいから上昇するんじゃないかということを、この無限塾さんは言ってたね。まあ、本当当たったことかしらね。まあ、そういうことで、いいんじゃない、うん、まあ、自分は準備、まだ、ビットフライヤーっていうところにお金を送って、まだ買ってないけどね。今日またちょっと上がってっちゃったもんで、80万台に下がったら買おうと思ってるけど、ね、まず、5分の1ぐらいを。はい、それから、このアメリカ、カナダの報告っていうか、まあ話だけどね。まあとにかくね、アメリカとかカナダに行くとね、わかりますけどね、日本っていうのはね、まあジャパンだわな。日本人はジャパニーズっていうんだけど、もう東洋の神秘。まあ、向こうの人に、向こうの人の、認識は、日本という国は、東洋の神秘。それから、不思議な国。不思議な国。これです。こういうふうに皆さん思ってるね、向こうの人は。うん、東洋の神秘。不思議な国と、こういうふうに。で、まあ、自分が向こう行って、日本人だと、日本から来たって言うと、おそうか、東洋の神秘から来た、ね、不思議な国から来た、こういうふうになるわけ。だからいろんなことを聞いてくるんだ。こういうことらしいねとかね。ちょっとあんまり英語喋れんでね、あんまり複雑なことはわからんけどね、大体言ってるような方はわかるけど、うん。ちょっと待って、クマちゃんは芸能人。ビットコイン耐えましたね。80万はもうないかもしれない。いや、そんな買わにゃあかんじゃん。買わんて、とりあえず5分の2ぐらい、買う予定の金額の5分の2ぐらい買われ、もう今日上がってっちゃったね、ビビューと。ドドドドと上がってっちゃった。今日、ここ3、4時間で、だいぶ上がったよ。もう、ちょっと上がっちゃった。もう、これ以上下がらんから、みんな下がる下がるって言ったからね、まあ、取ったんだけど、80万台に、下がったら買おうと思って、ほんでビットフライヤーで、熊ちゃんは芸能人さんが言っとったじゃん、誰かが80何万で、差し値でさ、ここまで下がったら買いますっていう設定をするっていうので、でビットフライヤーでそれやろうと思ったんだ。そうしたらね、あ、確かにそれらしき画面があってね、ほんで、数量を入れて、それから金額を入れて買いますにしたら、それはそういうことになるかもしれんけど、やったことないんだ、自分それね。だってちょっと自信がないもんでね、やらなかったんだ、設定しなかったけどね、本当は88万ぐらいでね、下がったら、買うっていうのね、差し値でやろうと思ったけど、ちょっとね、まあ、やめた、まあ、わからんことはやめようと思って。うん、はい、それから、市役所ね、市役所を24年間現場作業員で働いたで、その時の話をしたいと思います。ね、こういうことですわ。この市役所のね、まあ自分が知ってるのは給食センターね、給食センターだから学校給食ね、だから6000食ぐらい調理して、午後は食器洗っとったわけね。で、明日の準備するんだけど、この食器洗浄機っていうのがあるわけ。まあ、大体、端から端までがね、10メーターぐらい。食器洗浄機っていう10メーターぐらい、ずっとこうね、食器が流れてく間にきれいになって、その食器がきれいになるという、その食器洗浄機ってやつがあるわけ。ちょっと待ってね。熊ちゃんは芸能人が、ちょっと待って、東洋の神秘、ここまで英語が話せない国民の国がここまで先進国というのは素晴らしいですね。結局、それだけよく働くっていうかね、もう一つはよく働くということとね、もう一つはね、いいものを作ろうというね、何かその、職人、気質っていうのかな。そういうのが日本人にもともとあってね、いい仕事をしようっていう気があったんで、それが良かったと思うんだ。くまちゃん芸能人。くまちゃんライブ中。あ、そっか。まあやってもらえよ。もうどんどんやってもらうと。
それでね、市役所のその給食センターで食器洗浄機ってやつね。それを、まあ、10年ぐらい使うと古くなるので買い替えるわけだ。でね、それがね、4000万円ぐらいするんだ。10メーターぐらい、まあ、ステンレスでできた、まあ、中ベルトコンベヤみたいなビューって行くと、下からと上からと水が出てきて、真ん中辺は湯が出てきて、で、向こうは、水が出てきて、それで、洗えるという機械なんだけどね。で、それはね、そんなね、売れるもんじゃないよ。そこら中で売れるもんじゃないよ。だから、注文し、あの、した市役所の、長さとかね、まあ、いろいろで、設計する、して作るんだけどね。それに合わせて作ってくれるんで、要するに、作るんだ。だから、高いは高いよね。だけど、そんな難しいもんじゃないんだよ。ここで曲げるのか、ここで曲げるのか、みたいなので、作って、それで、中、食器が通っていく間に綺麗になるっていうんだね。だからいろんな部品を寄せ集めて作るんだから、別に新しく何か研究して開発するっていう機械じゃないわけ。だから、いくらどう見ても4000万とかいうの、絶対高いわけ。もうせいぜい1000万ぐらいのもんなんだと自分が思うね。自分が思うのにね。ところが、それが4000万だっていうわけだ。でね、市役所はそれどうしても買わなあかんのだ。なんでかっていうとね、そういう機械を作っとる会社っていうのはね、全国にね、3社ぐらいしかないわ。日本に3社しかない。3社か、そのぐらいしかないわ。でね、その3社がね、相談してね、この辺はお前んとこだと。で、この辺はお前んとこだと。この辺はお前んとこだみたいなことも決めちゃった。で、入札で決めるわけじゃん。いくらでやりますかみたいな感じで。で、ところが、ここら辺は、ここの会社って決まっとるもんだから、一応入札はするけど、他のところは、そこの会社より高い金額で入札するから、必ずそこの会社が、仕事を取るわけじゃん。そういう仕組みになっとるんだ。だから、もうやたらめったら高いんだ。だけど、高いけど、市としては、市の担当者は、課長とかね、部長は、それでいいわけ。なんでかっていうとね、なんでかっていうと、ここが大事なとこ。この辺はこの会社になってるでしょ。この辺はこの会社の、この辺の、市のじ、あの、洗浄機はみんなこの会社なんだ。A という市の、給食センターの洗浄機はこの会社、B という市の給食センターもそこの会社、D という市の給食センターの洗浄機もそこの会社とこうなってるわけ。でね、ちょっと大きいワゴン車みたいなやつにね、部品いっぱい積んでね、で、修理する人がね、そこに、車で運転しとるんだけど、どっかね、日陰でね、寝とるんだわ。通常は。この地域の中の、どっか真ん中辺で、空き地かなんかでね、部品いっぱい積んで、修理道具しっかり積んだね、ワゴン車がね、止まって待ってるわけ。寝とるんだ、どうせ、運転手は。で、どっかから洗浄機が調子悪い、止まっちゃったとか、調子悪いとか言っていう電話がパッと入るとね、人がさっと来るわけ。修理に。すごい、電話するとすぐ来るんだ。15分ぐらいだけど、おかしい。どっから来たのっていう感じで。だから、常時おるとこは、で、パッと来てね。で、もう、とりあえず動くように直してくれるわけ。だからね、市役所の、課長とか部長はね、少々高くても、それでいいわけ。別に問題なく、毎日給食ができると、こういうことになってる。ほんでね、ちょっと待ってね。くまちゃんライブ中、それからメッセージ、ほんでね、それでそういう、例えばここの担当、割り振っとるね。ここの食器洗浄機の会社は、そこの辺のちょっと実力のある市会議員にお金渡して、あるじゃん、後援会っていうのが、何々会みたいな。
そこに定期的にお金を出してね、常時雇っとるわけ。雇っとるっておかしい。その、なんかあったら市役所に文句言ってもらうようにも、そういう顧問みたいな感じで、市の市会議員の実力のあるやつを手なずけとるわけだ。言ってたら。まあね、世の中ね、変な風に、ちょっと待ってね。船山さん、家庭用もあります。初期洗浄機、家庭用あるけど、まあ、あれをでかくした感じで、ベルトコンベヤーで、なんていうの、スノコみたいな、上に食器が、まあ、自動的にパタ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 と落ちていくんだろう。もっとそのコンベヤーが動いていくところに乗っていくわけだ。で、最初に水が、湯かな、バーっとウェットしたから出て、で、次に石鹸の、石鹸水がバーッと出て、で、また湯が出て、洗い終わるっていう形になったんだ。うん、でね、それが、まあ、どう、自分がね、見ると、どう見ても1000万ぐらいなんだ。ステンレスの、板を曲げてね、で、ネジで止めただけなんで、で、ポンプとか、モーターとかなんかがくっついてるだけで、そんな難しいもんじゃないんだわ。それがね、4000万ぐらい。聞いてびっくりした。え、4000万そんなにするはずない。1000万ぐらいじゃないのって言ったって、結局、その、断固法みたいなので、金釣り上げるんで、で、その会社がね、どことは言えんけどね、あるんだ。道路、国道走っとったらあったんだ。あ、こんなとこにこの会社あるんだって言ったら、まあ、ピカピカ。どんだけ儲けたんですかって感じになる。やっぱりね、そういうふうにできとると。だからね、未完成の製品を売りつけて、それでその修理しながら完成させるとこういうもう未完成でもうテストするのめんどくさいで、それでもう給食センター持ってって取り付けちゃうわけだ。で、動かしながらそのだん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 修理して完成させていくっていう機械なんて多分ね、自衛隊のね、飛行機とかあるじゃん、あれも多分そういう風だよ。で、最初もうテストするのめんどくさいで、もうね、収めちゃうわけだ。それで使っとるうちに、順番にそこの作った会社の、技術者が常駐しとって、順番に直していって、要するにテストさせるわけだ、役所に。もうそういう風だ。もう話にならん。うん。はい。まあ、そういうことで。はい。今日はまあ、準備したのはそれぐらいだね。今日も、じゃあ、くまちゃんはライブやってるか。じゃあ、まあ、カズトをやらなあかんかな。カズト、シャキッとしろって。カズトシャキッとしろ。怒られるぞ、きっとやな。船山さん、乾燥、食器洗浄機だな。乾燥もできます。構造簡単です。うん、家庭用はね、家庭用はこう伏せて置いといて、ジャーッと出てきて、乾燥させるもんで、それは簡単だけど、それは6000人分のさ、食器をもう、ものの2時間ぐらいで洗っちゃうでね、それはちょっと大きいよ。はい、そういうことで。じゃあまあ今日もカズとやるか。まあ、今日はカズと説教帳でやろうかな。いつもこら。カズト何やっとんだみたいなことで、あれじゃやめなくても、なんていうの、こう出ないといかんよみたいな感じでさ、説教帳。カズト君、いい加減に働かなきゃダメでしょ。今でもあると思うな、親と金という言葉もあるでしょ。
自分が使う分をその稼ぐというのはそのなんでそんなに難しいの。そんな親から毎月20万も仕送りしてもらって人を悪く言っとっちゃダメでしょ。人の道に外れるんですよ。寺に入るとかさ、修行いや入れてくれるかどうかちょっとお寺も試験があるだろうな。でも学歴ピカピカだから、ね、お寺入れてくれるかもしれない。だけど般若心経ぐらい覚えんと、あいいか。ウイロウリア覚えたぐらいで、あそう。寺でウイロウリやればいいんじゃない。ここはあのウイロウ教です、ね。まあどっちにしたって自立戦ごとにはそれはどうにもならんでしょう。今に行き詰まりますよそれは。と思うんだけど、ちょっと人のことは別にどっちだっていいんだけど。だけど日本にはそういう人たくさんおるから、おると思うよ。まあだけど、なんとかしたいと思ってるのは本人が一番なんとかしたいと思ってるんだろうで、まあなんとかせなあかんな、それ。おしまいや。私は今日まで生きてみました。時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きていました。そして今思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、私は今日まで生きていました。時には誰かあざ笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きていました。そして私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、という歌ね。ちょっと待って、なんか書いてあるの。お疲れ、船山さんがお疲れ様でした。ありがとうございました。チクリンさんが、えりも岬。いや、えりも岬やれちゃう話か。えりも岬って、最近やったないな。えり、え
1番、あのね、襟裳岬ってね、この、一応書いてあるんだ。1番と、あ、1番と2番が書いてあるんだけど、2番にね、コードが書いてないんだ。1番しかコードが書いてない。まあ、そういう、まあ、これね、歌いながらね、書かんとダメなんだ。ちょっと厄介な話でね、どっかあの、コンビニのイートインでね、書くってわけにいかんわけ。なんでかって、ギターで歌いながらね、この微妙にね、そのコードを変更するところがね、あの、1時前に、1時後になってもちょっと変なんだ。だからね、ギター弾きながら書いていかないから。ちょっと待って。くまちゃんは芸能人、今日はえらい、早いエンディングなんで、もう、そんな、そう、だらだらやっちゃいかんでしょ。そう思って、うん、北の町ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうち老いぼれてしまうから黙りとした星月を拾い集めて温め合おう。ベリーメロ春は何もない春です。これが一番だ。これが一番。あのね、森進一が歌ったところで森進一が歌ったんだけどさ、なんていうの、この、最後の襟裳の春は何もない春ですっていうところになると、異常にね、もうとにかくもう、森進一がね、もう全部のエネルギーを出しましたっていう歌い方するわけ。それまではとうとうと歌ってくるんだけどね。もうずっと歌ってきて、それで「エリモの春は何もない春です」っていうところになるとね、ものすごいね、叫ぶ、もうなんていうもうね、腹の底からね出すみたいな歌い方するんだわ。もうそれがヒットの原因じゃないか。ちょっと待ってね。だからこの声、エリちょっと森進一ね、エリモの春は何もない春ですという感じで歌うんだよ。もうやっぱりさすが演歌歌手の王様みたいな、はい、そういうことで今日はちょっと変、ちょっと早いねって言ったって、そんなもん あれですよ、そのダラダラやっちゃいかんでしょ。よし、そういうことで今日8人来ていただいて、で、3人誰か、どなたかグッドボタンを押してもらいました。まあ、そういうことで、まあ、東京都知事選挙も終わったしね、まあ、これでしばらく選挙はないでしょう。うん、あってもいいんだけど。まあ、安倍晋三さんも、まあ、この状態じゃ、そうそう選挙もできないだろうでね。まあ、いいけどね、やっても。よし。じゃあまた皆さん、明日来てください。お願いします。今日そういや、ラッキーさん来んな。ラッキーさんも来んし、それから、柴田さんなら問題。問題は柴田さん寝とるわ、多分。寝とるね。ね、寝とるぞって言うと起きてくるね。そのうち、よ、聞いてますよ、みたいな感じで。柴田さん。いや、ほんと、日曜日にね、朝7時半から、ソーレ大曽根ってとこへオープン、店開くって、そこでライブできるんだわ。ソーレ大曽根で。だから柴田さんと2人でまたやりたいと思うけどね。まあね、今も
コロナやらなんやらでね、ちょっとその電車乗ってその大曽根まで行く気力がないんで、もう暑いやらなんやらでね、そういうくまちゃん芸能人さんがなんか書いてくれた。くまちゃんライブ中ですから終えたら見てください。いやだよそんな。見てさ、何か得るものがあれば見るけど、何も得るものがなきゃもう見ないよ。もうそんな自分はもう YouTube で他の大学の先生とかね、経済評論家とか、そういうね、中国の三峡ダムがこれからどうなるかとかね、そういうことを YouTube で見とった方がいいわ。はい、じゃあまあ明日また来てください。お願いします。